今回は天平分解についてお話します。まず空欄ですね。どれだけ埋まるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認してください。はい、どうぞ。ではいきます。まず工芸ですね。一番上です。聖徳天の骨壇ですね。で、世界最古の印刷物と言われているものは何か。答えは100万頭だらみと言います。では次ですね、琵琶になります。琵琶というのはそうですね、ギターに似た形ですね。こんな風にベン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 って弾くやつです。で、これが有名なのは正倉院にあるんですけども、この琵琶のバチ面、このベンベンベンってやるところですよね。ここにラクダの絵が書いてあります。じゃあその琵琶を何というか。答えは螺鈿紫檀五弦の琵琶と言います。で、五弦っていうのはこの弾くやつが弦が5本あるんですよね。で、5本あるのは世界でこの一つだけです。唯一ですね。それがこの正倉院にあります。では続きです。ここですね、教育に行きます。まず最初、管理養成が目的で作られたものは何か。答えは大学と言います。で、管理というのは簡単に言うとですね、今で言うと国家公務員みたいなものですよね。官というのは今まで何とか出てきたと思うんですけども、国という意味です。ですね。国の役人ですね。それを育てるのが目的で作られました。それを大学と言います。では次ですね。地方に置かれました。軍事の指定が入学していろいろ学びました。それを何というか。国学と言います。ね、この大学と国学を区別するようにしてください。では最後ですね。一番下です。最初の図書館です。じゃあ最初の図書館何というか。答えは運転と言います、ね、じゃあこの運転誰が作ったかですね。答えは石の神の矢勝ですね。彼が設けました。では一番下、施設になります。で、どんな施設かというと、光明皇后ですね、聖武天皇の奥さんが病人や貧しい人を救うために設けたこの施設になります。2ついっぺんにいきましょうか。1つが秘伝院、もう1つが施薬院といいます。今回はここまでです。ありがとうございました。